アラメダ庭園は、ジブラルタルにある広さ6ヘクタールの植物園。庭園の上には、ザ・ロックホテルが建つ。この庭園は1816年に、ジブラルタル総督、ジョージ・ドンが開いた。その意図は、要塞に配置された兵士たちが、非番の時に気分よく気晴らしできる場所を与えるという、ものだった。第二次世界大戦時にこの庭園は、 ジブラルタル経由で前線に向かう多くの同性愛者の兵士や水兵たちにとって格好の落ち合い場所となった。戦争末期には憲兵が定期的に庭園を見回り、エベ軍や商船の同性愛者たちを追い出した。庭園は1991年に外部の業者によって再開発された。1970年代以降、荒廃した状態にあることが分かったからだ。 三年後には、動物園のアラメダ野生生物保護公園が、併設された。ドン将軍は1815年に、ジョージ・オーガスタス・エリオットの記念像を建てた。エリオット将軍の立派な像が、トラファルガーの海戦で打破されたスペイン軍艦サンファン、ネポムセノの、バウスプリットを使って、まず掘られた。この像は、総督皇帝であるザ・カンベントに移設され、今もそこにある。 そして1858年、移設跡地に、現在の青銅製の胸像が建てられた。この像は周囲を4門の18世紀の流弾砲で守られている。1858年に作られた、エリオット記念像アラメダ庭園の植物には、現地の種と外地からもたらされた種がある。ありがとうございます。